皆さん、こんにちは。文部科学省初等中等教育局教育家庭科教科調査官の杉本直美です。これは、独立行政法人教職員支援機構がオンラインでお届けする校内研修シリーズ、新学習指導要領編です。この教材は、校内研修の参考資料として作成しています。新学習指導要領について、校内で研修する際の資料としてご活用いただければと思います。それでは早速、説明に入っていきましょう。タイトルは、国語科の改訂のポイントです。さて、これは中学校学習指導要領解説国語編の目次です。今回説明する内容は、赤字で示している箇所に書かれたものが中心になります。その上で、後半は授業改善のポイントについても確認していきましょう。赤線の枠内をご覧ください。新学習指導要領では、内容の構成が大きく2つに分かれたことがお分かりいただけると思います。この後、内容の構成についても詳しくご説明いたしますが、このように目次を見ながら解説国語編の構成の大枠を確認することも、新学習指導要領について理解を深めるのに有効です。付録には原稿同様系統表がついています。小学校における学習との系統性を確認するのに有効です。なお、今回使用しているスライドに記載しているページ数は、解説国語編のものです。詳細を参照する際にご活用ください。では、国語科の改訂のポイントを4つに分けてご説明いたします。まず、1点目は、目標の構成の改善についてです。今回の改訂では、育成を目指す資質能力の明確化を図るため、すべての教科等で、知識及び技能、思考力、判断力、表現力等、学びに向かう力、人間性等の3つの柱で教科の目標を再整理しています。まず、最初の一文で、国語科が国語で正確に理解し、適切に表現する資質能力を育成する教科であることを示しています。括弧1は、知識及び技能に関する目標を示したものです。日常生活から社会生活へと活動の場を広げる中学生が、社会生活において必要な国語の特質について理解し、それを適切に使うことができるようにすることを示しています。括弧2は、思考力、判断力、表現力等に関する目標を示したものです。社会生活における人と人との関わりの中で、思いや考えを伝え合う力を高め、思考力や想像力を養うことを示しています。括弧3は、学びに向かう力、人間性等に関する目標を示したものです。言葉が持つ価値を認識するとともに、言語感覚を豊かにし、我が国の言語文化に関わり、国語を尊重してその能力の向上を図る態度を養うことを示しています。このような学びに向かう力、人間性等は、知識及び技能や思考力、判断力、表現力等の育成を支えるものであり、合わせて育成を図ることが重要です。なお、学年の目標も同様に3つの柱で整理しておりますので、解説国語編をご確認ください。2点目は、内容の構成の改善についてです。3つの柱に沿った資質能力の整理を踏まえ、従前、話すこと、聞くこと、書くこと、読むことの3領域、及び伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項で構成していた内容を、知識及び技能と思考力、判断力、表現力等に構成し直しました。知識及び技能については、1、言葉の特徴や使い方に関する事項、2、情報の扱い方に関する事項、3、我が国の言語文化に関する事項を位置づけています。思考力、判断力、表現力等には、A、話すこと、聞くこと、B、書くこと、C、読むことの3領域を位置づけています。学びに向かう力、人間性等については、教科及び学年の目標においてまとめて示し、指導事項のまとまりごとに示すことはしていません。なお、資質能力の3つの柱は、相互に関連し合い、一体となって働くことが重要です。ですので、この内容の構成が、知識及び技能と思考力、判断力、表現力等を別々に分けて育成したり、知識及び技能を習得してから思考力、判断力、表現力等を身につけるといった順序性を持って育成したりすることを示すものではないことにご留意ください。3点目は、学習の系統性の重視についてです。今回の改定では、それぞれの指導事項と言語活動例について、小中学校を通じて重点を置くべき指導内容を明確にし、系統化を図っています。このことを踏まえて、解説国語編においては、各指導事項の説明の冒頭に、画面に示したような表を掲載し、太枠の当該学年の内容とともに、その前後の学年の内容が確認できるようになっています。4点目は、授業改善のための言語活動の創意工夫についてです。今回の改定では、思考力、判断力、表現力等の各領域において、どのような資質能力を育成するかを1の指導事項に示し、どのような言語活動を通して資質能力を育成するかを2の言語活動例に示すという関係を明確にするとともに、各学校の創意工夫により授業改善が行われるようにする観点から、従前示していた言語活動例を言語活動の種類ごとにまとめた形で示しています。言語活動の種類ごとにまとめた形というのは、例えば B、書くことの言語活動例は、各学年ともAの系列が説明的な文章を書く活動、Eの系列が実用的な文章を書く活動、Uの系列が文学的な文章を書く活動といったようにまとめているということです。では、後半は、授業改善のポイントについて、改定の内容と関連させて5点お話しします。まず1点目は、語彙に関する指導の改善充実についてです。中央教育審議会答申において、小学校低学年の学力差の大きな背景に、語彙の量と質の違いがあると指摘されたように、語彙は、すべての教科等における資質能力の育成や学習の基盤となる言語能力を支える重要な要素です。このため、言語能力を育成する国語科では、生徒の語彙を量的な側面、質的な側面双方から充実させていく必要があります。各学年の指導事項をご覧ください。前半は、下線部で示しているように、語句の量を増やすこと。後半は、語句についての理解を深めること、といった文型で示されています。もちろん、各学年で示した語句のまとまりは、あくまでも指導の重点とする語句の目安を示したもので、これ以外の語句の指導を妨げるものではありません。重点として示された語句のまとまりを中心としながら、学習の中で必要となる多様な語句を柔軟に取り上げてください。そして、学習した様々な語句を話や文章の中で使うことを通して、社会生活の中で使いこなせる語句を増やし、確実に習得していくことができるよう授業を構想していくことが重要です。2点目は、情報の扱い方に関する指導の改善充実についてです。急速な情報化や技術革新が進む中、様々な媒体の中から必要な情報を取り出したり、情報同士の関係をわかりやすく整理したり、発信したい情報を様々な手段で表現したりすることが求められています。国語化においては、話や文章を正確に理解するために、話や文章に含まれている情報を取り出して整理したり、その関係を捉えたりすることや、話や文章で適切に表現するために、自分の持つ情報を整理して、その関係をわかりやすく明確にすることが大切です。こうした資質能力の育成に向けて、情報の扱い方に関する事項が新設されました。情報の扱い方というと、データ処理等を想起される方もおられるかもしれませんが、本事項はあくまでも論理的な思考力の育成につながる事項であることをご確認いただいた上で、指導の改善充実を図ることが大切です。表をご覧ください。情報の扱い方に関する事項は、情報と情報との関係と、情報の整理の2つの系統に整理して示されています。情報と情報との関係に関する指導事項は、下線部をご覧いただければわかるように、現行の3領域において示していた内容も含まれています。ですので、指導事項としては新規のものですが、先生方が今まで指導されてきた意見と根拠、具体と抽象、などの内容を改めて整理し、指導の改善充実を図っていただければと思います。情報の整理に関する指導事項については、情報を取り出したり活用したりする際に行う整理の仕方や、そのための具体的な手段について示しています。小学校から系統的に指導していますので、それらの内容を踏まえて、こうした知識及び技能を言語活動の中で使うことができるようにすることが重要です。3点目は、我が国の言語文化に関する指導の改善充実についてです。今回の改定では、伝統的な言語文化、言葉の由来や変化、書写、読書に関する指導事項を、我が国の言語文化に関する事項として整理するとともに、それぞれの内容の改善を図っています。例えば、読書については、中央教育審議会答申において、読書は国語化で育成を目指す資質能力をより高める重要な活動の一つである、とされたことを踏まえ、各学年において、国語化の学習が読書活動に結びつくよう、知識及び技能に読書に関する指導事項を位置づけています。知識及び技能に位置づけられたことにより、思考力、判断力、表現力等の3領域と関連づけた学習が一層構想しやすくなります。読むことの領域だけではなく、話すこと、聞くこと、書くことの領域と、読書活動を関連づけた授業が考えられます。なお、知識及び技能に示す事項は、知識及び技能に関する配慮事項に書かれているように、思考力、判断力、表現力等に示す事項の指導を通して指導することを基本とします。知識及び技能に示す事項は、個別の事実的な知識や、一定の手順や段階を追って身につく技能のみを指すものではないため、実際に話したり聞いたり書いたり読んだりする場面において、生きて働く知識技能として習得することが求められるからです。このため、知識及び技能に示されている資質能力と、思考力、判断力、表現力等に示されている資質能力とは、相互に関連し合いながら育成される必要があることをご確認いただき、授業を構想していただければと思います。4点目は、思考力、判断力、表現力等の内容の構成に関わって、学習過程の明確化、考えの形成の重視について説明します。先ほど確認したように、思考力、判断力、表現力等の内容は、3領域の構成を維持した上で、学習過程を一層明確にして位置づけています。なお、ここに示す学習過程は、現行同様、指導の順序性を示すものではありません。ですので、指導事項を必ずしも順番に指導する必要はなく、順序を入れ替えたり、繰り返して学習したりすることも想定されます。また、すべての領域において、自分の考えを形成する学習過程を重視し、考えの形成に関する指導事項を位置づけています。現在もご指導いただいているところですが、生徒自身が学習過程そのものを意識できるよう授業を構想することが大切です。5点目は、主体的対話的で深い学びの視点からの授業改善についてです。まず、ご確認いただきたいことは、この3つの視点からの授業改善は、学習の質を一層高めるためのものであるということです。その上で6つの留意点をご覧ください。あいを読むと、生徒に目指す資質能力を育成するために、今までの蓄積を踏まえつつ、優れた教育実践に見られる普遍的な要素であると整理されたこの3つの視点から授業改善を図ることが大切であることがわかります。なお、うからかにはこのような内容が書かれています。国語科においては、主体的、対話的で深い学びの視点から授業を構想することは、言語活動の質の向上につながります。育成を目指す資質能力を明確にした上で、適切な言語活動を構想する際の視点としていただければと思います。さて、留意点の尾に、深い学びの鍵として、見方考え方を働かせることが重要になることとありました。国語科においては、言葉による見方考え方を働かせることが、深い学びの鍵となります。言葉による見方考え方を働かせるとは、生徒が学習の中で対象と言葉、言葉と言葉との関係を言葉の意味、働き、使い方等に着目して捉えたり問い直したりして言葉への自覚を高めることであると考えられます。言うまでもなく国語科は、言葉を通じた理解や表現、及びそこで用いられる言葉そのものを学習対象としています。つまり、国語科は言葉そのものを扱う教科、言語能力を育成する教科であるということです。このことを改めてご確認いただき、これまでも国語科の授業実践の中で取り組まれてきたように、生徒が言葉に着目し、言葉に対して自覚的になるよう、学習指導の創意工夫を図っていただきたいと思います。最後に、移行措置について説明します。中学校では、平成30年度から3年間が移行期間にあたります。中学校国語科では、ご覧いただいている2点にご留意ください。1点目の漢字については、学年別漢字配当表に都道府県名に用いる漢字20字が追加されたことによるものです。日常生活や各教科等の学習と関連づけながら指導することが考えられます。2点目の共通語と方言の果たす役割について理解することについては、例えば、現行の第2学年の教科書で取り上げられている内容などを参考に指導することが考えられます。説明は以上です。ご清聴ありがとうございました。